ジャンジス、本日、e フットボール2022ドリームチームやっていきたいと思います。ちょっと今ローディング入っちゃってるけど、今ディビジョン5かな、1回勝てば昇格っていうような状態で、やっていきたいと思います。じゃあマイボールからということで、ちょっとサイドに振っていきたいけど、どっち攻めにしようかな。東京ヴェルディ対レバークーゼン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。ネイマールの方から行こうかな。今夜の現地ですが晴れの様子、相手も守備は慎重だね。やばい、あーなんでかんって頼む。あーぶねー、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お一人振っといて、東京ヴェルディ対レバーキューゼン。あーちょっと怖いな、持ちすぎは。この試合ゴール前にはオリバーカーンが待ち構えています。いや気合い十分ですよね。縦にボールを入れてきた、ね、怖いぐらいですよね。そうですね、トースが全身に担っているようです。苦しい時こそ一番あれを克服してくれますからね。チームにとって大きな試合になるプレイヤーですよね。そうですよね、この試合でも魂のセービングを見せてくれるところでしょう。おっしゃしゃしゃ、イニエスタ、ファンダイ、危ない危ない、マルディーニエ、ロナウジーニョからロマーリオ、ベルディ、ここでファールをもらいます。あオッケーオッケー、相手のファールか。ペペ、ペペ使ってる人初めて見たかも。狙っちゃう。ポストに当たる、欲しい。危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。あーなんで今ネイマールスタミナ減ってやすいからあんまり。マティアス・ギンター、今日の立ち上がりなんですが、両チーム北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いて、シュート、あーナイキ、ドナルンマーこぼれた、ファーチャンス、アップね、危ない、さらに、それはひどくない。まあまあ1点か。素晴らしいゴール、一瞬のチャンスをしっかりものにしました。そうですね、いい位置でシュートを打てましたよね。ディフェンスとしてはちょっと対応を遅れてしまったのでシュートコースが空いてしまいましたね。まあファールないか、まあ、こういう決定機をしっかり決めるあたりが素晴らしいですよね。あー取れない、先制ゴールが決まりました。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので落ち着いた対応は必要になりますよね。フレンキー・デ・ヨング、ニエスタじゃ取れんか。ニコロ・バレッラ、裏へのスルーパス、これはどうやらオフサイドのようです。1点とりあえず入れていくか。ベルディとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。どこ出そうかな。ロナウジーニョ、ベルディはショートカウンターが得意という情報、まあデータもあるんですが、どのあたりがポイントになりましょうか。やはり前線からの守備には注目ですよね。ここからじゃあ入らないな。一気にチャンスになりますよね。なるほど、その戦術をうまく機能させるために求められることは何でしょう。つつ直接決めた、素晴らしいゴール。オッケーオッケー、まず同点。いや早かったですね北澤さん。いやすごいな、動きのある展開になりましたよね。これでまた分からなくなりましたよね。このセットプレー直接ゴールに吸い込まれました。これはディフェンスの位置を計算して狙ってきましたね。いやーそれはきつい。 いやーすごい。ベルディ同点に持ち込みました。ゴール決まった後はやっぱりどこかに隙が出るものなんですけどね。そこを見逃さないでよく決めましたよね。そうですよね、そこ行っちゃったか。さあここでカウンター、つながりますと、ナイス。さあサラ、OK、
ッケー。ここからですね、うん、空いてますからね、縦行きたいところです。マリオダメか。ここは読んでいました。まあ一回戻そう。キャンベル、キャンベル、おっしゃ、ネイマールに渡る。どうされた。いけ、オッケー、ナイス、逆転。ゲームをひっくり返します。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたね。ロナウジーニョ、今日2点目のゴールです。大事に、こう大事に。さあヴェルディ、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。サラーへ、デヨング、サラー、ロナウジーニョへ、サラーへ、オッケー。ここからカウンター早いですよ。ちょっと主審流します。サラー、サラー、オッケーオッケー。あぶねー。いやー、いい反応でしたね、北澤さん。いい反応でしたよね。とりあえず前半は前半終了です。2対1で、まあリードしたまま後半に折り返す。さあ、まずは前半が終わりました。前半のうち逆転ですか。いやー、素晴らしかったですね。失点して火がついたんでしょうかね。選手たちの動き、逆に良くなってきましたからね。こういうことってあるんですかね。東京ヴェルディ対レバークーゼン、ヴェルディが2対1とリードして後半に折り返します。後半です。ニコロ・バレリア、取れ、サラー、オッケーオッケー。ここは競り勝ちます。カウンターですよ。これは届くか。よしよしよし、ちょっと無茶ぶりすぎたか、あのクロスは。早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。レバークーゼン、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。シンプルに前に出していく。イニエスタからロマーリオ、裏へ届くか。あれ、なんでロナウジーニョそんなシュート。遅れてしまったのか。フィニッシュまで持っていかれてしまいました。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。レバークーゼン、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターを準備すると思った方がいいですよね。まあそういう意味では嫌な時間シュート打とうか出すか迷っちゃった。大切ですよね。ウバッペ、これを読んでいた。デフリー、笛は吹きません。いっけ、だかここはディフェンスの対応。マルディニ、オッケーオッケー。ちょっとイニエスタ大事に判定。カゼミロ、カゼミーロへ。さあムバッペ、インターセプト。あれ、あぶね、合いません。しくった。あれ、取れてない。The attendance for this match was 71,550. イニエスタへ。くそ、当たっちゃったか、ディフェンス。今のカウンターは危なかったですよね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまう攻撃はスタミナまだ大丈夫そうだよな。ラファシルバ入れて、アラバも入れたいな。
あ、フォワードはロマーリオ絶好調だしか。これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。ベルディ。レバークーゼンはアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。すごい遠くまで蹴るな。ファビオ・カンナバーロ、ここロナウジーニョからムバッペ、打っちゃダメ。ベルディは先ほども同じようなシーンがありましたが、ゴールなりませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。詰まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。ネイマール、ここですね。丁寧に足元を使う。やばい。ちょっと持ちすぎたか。アザール。マーティアス・ギンターからデヨング、やや危ないようにも見えましたが、しレフリー取りません。これは繋がりません。ちょっと待って、ここでマッチアップ、これはチャンス。ネイマー、ああダメか。いいシュートでした。この時間帯で2点差に目がつまうとリードしている方は非常に余裕を持って下からネイマー、はい、オナウジーニョか。精神的にもきつくなってますね。おっとネイマナイス、とどめかな、これは答え。ダメ押しゴールとなるのか。あ、ギブアップか。いやー、よく詰めていましたね。落ち着いてよく決めましたよね。一瞬のギブアップですね。まあちょっと逆転勝ちで昇格の試合だから動画には上げさせてもらおうかな。はいはい、ディビジョン4に昇格。ディビジョン4は5勝1分け以上か、勝率5割以上だね。まあ、またね、明日とかディビジョン4から頑張っていきたいと思います。またよければ見てください。じゃあバイバイ。